ブロッコリーの梅サラダを作っていきます。はい、まずブロッコリーを小房に分けていきます。はい、切ったブロッコリーを耐熱皿に入れて水を入れます。ラップをして600ワットの電子レンジで3分間加熱していきます。はい、梅干しを種を取って叩いていきます。はい、ボウルに調味液を入れます。まずマヨネーズ、めんつゆ、先ほど叩いた梅干しを入れます。ここにゆで卵を入れて潰していきます。ある程度卵が潰れて全体が混ざったらブロッコリーを入れます。全体を合わせていきます。全体が馴染んできたら鰹節を入れます。全体を軽く合わせていきます。はい、では器に盛り付けていきます。ブロッコリーの梅サラダの完成です。ポテトグラタンを作っていきます。まずベーコンを1センチ幅に切っていきます。はい、次に玉ねぎを薄くスライスしていきます。じゃがいもを1センチ幅の輪切りにしていきます。はい、じゃがいもを耐熱皿に入れてラップをします。600ワットの電子レンジで5分間加熱していきます。鍋にバターを入れて溶かしていきます。牛乳と小麦粉をよく混ぜ合わせたものを入れていきます。中火でとろみがつくまで混ぜていきます。とろみがついてきたら味付けをしていきます。まずコンソメ、塩コショウ、全体を混ぜて味を整えます。しっかりととろみがついたのでホワイトソースの完成です。はい、フライパンにベーコンを入れて炒めていきます。はい、ベーコンから油が出てきたら玉ねぎを入れます。玉ねぎがしんなりするまで炒めていきます。はい、玉ねぎがしんなりしたらじゃがいもを入れます。はい、ホワイトソースを入れます。全体を混ぜていきます。はい、全体を混ぜたらグラタン皿に盛り付けていきます。はい、グラタン皿に盛り付けたらチーズをかけます。パン粉をかけます。はい、220度のオーブンで12分焼いていきます。はい、ポテトグラタンの完成です。いただきます。いただきます。うめぇ。うまいね。うん。お、面白い。美味しいなこれ。簡単にできますんで、ぜひ皆さんも試してみてください。ごちそうさまでした。またねー。チャンネル登録をチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録